皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、はい、復刻来ましたね、東京リベンジャーズ。はい、東リベの東マン、東京マン次回使っていきます。揃いました。8回手に入れました。そして金バッジも取りました。なので今回の動画は金バッジ&、8回のもう完全究極フルステータス使っていきたいと思います。今回虹バッジ来なかったですね。はい、金バッジまでは来ると。これが今現状裏で使うトーマンの最強状態。さてとしたらね、まあトーマン、キャラ数的にトーマンをね抱えられるかどうか怪しいんですけど、抱えられそうだったら抱えます。どうかな。ひとまずマリオの裏技剣士とりあえずしょうがなし。削ってくれてるよ。まあこう倒せればよしたね。うん、でマリオも頑張ってるけど、あ、これずらされた、もしかして突撃最悪。あ、でも上ワンパンだね。でマリオネットが強くてひたすら圧かけてくれてる。スパパーントーン強マジで。マリオネットきらびの麻痺無効なんで心配はしてない。スパパンスパパントン、サンドラ行きましょう。どれぐらい削れっかな。さあ雷槍で削って倒しきったけど、サンドラもかなりミリ。大砲撃ってこれだからね、だいぶ苦しい展開ではあるけど、それは効いてない。だいぶやばいね。吐き出したのは偉すぎる。これは熱い。問題この後。パピオン出す。プリンス行くか。そのキラビやってもらって、ここもやるじゃん。この後。トーマーが残ってるんですけど、パピオンもね、止めづらいとは思うんだけど、相手キラビいるんですよ。さあ、金バチをトーマン切って、引きで切って、剣士にちゃんと行くように。倒して、トーマン流してけ。さあ、8回。8回、流してけ。この相手のキャラがだいぶ削れてから流すトーマン、マジ止まらん。トーマンねんだけど。止まんないと思うけどな、さすがに。後ろ見なくて良さそうな気がする。そこは見なきゃダメか。はい、というわけで落城ですね。まあ相手のキャラを使わして使わしてから使ってるんで、まあこれ多分バッチなくても止まってないですね。はい、それでは続きます。まあ基本的にトーマンって、まあ、終盤にね出せるならば終盤は強いんですけど、まあなかなかねそうも言ってられないと。自分のね引いてるキャラ次第ではトーマンを隠すことができない可能性がある。引いてるキャラがね結構中型戦やってくれて、トーマンを使わずとも温存できるよって感じだったら間違いなく隠した方が強いと思います。で最後にわって切る感じねが強いとは思いますが、トーマンがまず金バッジが来ないと。飽きたね。大型はいないですが行っちゃいましょうか。さて足いるのね。こんな感じで剣士間に合うんで大砲は絶対相手必須っすね。撃たなきゃいけない。ただ大型がいないんで、そうなんですよね、まあ、取れないのはシャーなし。シャーなしとはいえ、まあ取りたかったのも事実。うわお、それくんのやばいな。それしかもやれないな、あの体力。ひとまず、これがいって。さあ、苦手キャラだらけ。かなり厳しいね。どうしようか、これ。どうしてくれようか。行くしかないのか？行くしかないのか？やるしかないのか？やっちまえ、トーマン。お前らに全てかかってる。お前森友出されたらマジきついけどね、あの数。全部やられちゃう。裏技1個で。けど？けど？
カニで止まると思ってんじゃねえぞ。カニなんかじゃ止まんねえからよ。おら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 、すべて葬ってやるよ。カニで止まるわけねえんだ。はい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 、止まらん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 よ。強っ強っマジ止まんないんだけど。あれか、トレンドの裏技ってレベル1だと2回使えなかったっけ。あれ使えたよな、使えた気がしたけど。裏技の存在忘れてる。1回しか使ってなくない、気のせいじゃなければ。さあ行きましょうか。続いて金バッジ東京卍会トーマン。いやこれさ、金バッジ結構やばいかな。いやまあ金バッジねない時から一応トーマン優先枠で使ったんですよ。まあ、普通に使いやすいな、コマリックシーって思ったんだけど、これ金バッジ入った時のトーマン結構やばくないか。大型1、まあまだ回せるから持ちますよ。次大型1だったらもういっちゃう。金バッジ引けてれば大型1でも、うん、行こう。本当は良くないんだけどね、しょうがない。金バッジの動画だし、トロフィーだし、いいでしょ。カネキね、まあカネキはビートルで見れる。トーマン隠そう、トーマン隠して。ああ、そんな感じか。いや隠しさない方がよかったこれ。いやまあいいや、もうしょうがない、今更遅い。このカネキ弱くね。フォックスか、フォックスか、なるほど。ああだるい、これこれだいぶやばいやつだ。またフォックスだ、しかも。これマリオで見れっかな。止めてくれたのは偉いんだけど、この後これ見切れるかが不明。頑張ってはいる、止めてる。これはもうトーマン切るしかない、切らなきゃいけない、切らないで負ける。8回処理、もちろん邪魔なんで弾く。なんか いけてるな。パパ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 パ勝ったんだけど、やりきったんだけど、マジ絶対やりきれないと思った。なんか全盛期のトーマン使ってる感じするけど、気のせいかな。はい、それではね、行きましょう。ラストかな。いやトーマンめっちゃ強いわ。あのしかもゲームスピードが速すぎて、トーマンだと動画の時間が短い気がする。さあラストも金バッジいてね、行きましょうか。壁がない、もうぶっぱするしかねえ。これ魔導を引かれたらやばいな。カエルもトーマンも止まっちまう。カニだったらね、まだね、いけるんだよな。カエルである程度削るのトーマンで吹っ飛ばせるから。さてと。ああ、撃つ。止め、もう行こうか。死んだで。削って。ああ、なるほど。もう一回撃ってもらって。まあ、取れないのは別にいいんだもん。相手足だからね。取れないのしょうがない。コロナ撃ってもう一回。いや、撃てないか。撃ったら神上、天才。倒した、拘束はされちゃうけどしょうがない。拘束は馬法で止めて、今回ね弱体化を受けたバホメットね。でも止めてくれてるのと、逃がすから避けれる。で上のあいつ倒して降りてくる、横当てされない。うん、こっちが横当てできる、一方的に。OKOK。一方できるのマジでありがたい。これは熱い。で、後ろにあれがいないのも熱い。スキル打たれんな。破壊しろ。後ろ。行かないか、後ろ。後ろ行けないか。じゃあ、しょうがないね。置くしかない。倒したし、いいでしょ。で、取れる。
で刈られちゃいそうだけど、もう十分削ってくれてんだよね。正直仕事は十分で、カエルもきつそうだけど相手。ここで剣士、ああミスった痛い。あ、まあまあいいか、流すかカエル。これ大型来ると思うけどな、さすがにコストがないか相手。ああなるほどね、それは切りづらいですわね大型。はい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 、じゃあ週末させましょうか。倒しに行こう。ガガガガガッまあ乗り切ってなかった気がするけどロボ、まあ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 削り方やめよトーマンのおかげっていうかね、他のキャラたちで頑張った感はある。あとバフメット超強かったけど、まあ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 、ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。完全究極体にしたトーマンでございました。攻撃力999、防御力1012、 HP 1350といった感じになります。で、これですね、芝8回新しいやつですね。あ、もうこれ高で2で、あ、高で3かで、つけてます。はい。まあ、戦闘はマイキー。マルチの時ね、戦闘のキャラしか表示されないんで、6体全部。ならば、まあ、ちょっとマイキーが一番好きなんでね、マイキーにしようかなって感じで、はい。3番目に、この子を置いてます。って感じです。いかがでしたでしょうか？金バッジやばかったと思います。相当いかれてるなと思いました。なんかサイクロスケルトン強化、ウホーとか言ったけど、ウホーは言ってないかもしれないけど、そんなん、もう、どうでもよくなるぐらい、こいつが強かったね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。